はい、というわけで聴覚情報を翻訳するコミュニケーションとファッションと題しまして、今日は今回のファッションショーに参加していただいている、ゲストの方にお越しいただきました。ゲストの方をご紹介しますと、まず、モデルのピッピーさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピッピーさんは1994年生まれ、モデルで聴覚障害、感音難聴をお持ちで補聴器を使用しています。ドルチェ&ガッパーナなどの多くの、ブランドのファッションショーに出演されています。その横にお座りの、本田達也さんです。はい、よろしくお願いします。はい、1990年香川県生まれ。あ、初めまして。あ、よろしくお願いします。まあ、っていうのは嘘で、実は一緒に研究をしたりとかしてる、はい、国の研究をしてます。振動と光によって音の特徴を体で感じるアクセサリー型のデバイスを作ってます。はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その横に、お座りの、森永邦彦さんです。よろしくお願いします。森永さんは、皆さんご存知アンリアレジという、ブランドのデザイナーをされていて、1980年東京国立市生まれ。早稲田大学の社会科学部を卒業された後、服作りを始め、2003年からアンリアレジとして活動を開始しています。本田さん、アンリアレジとはですね、はい、アリアル、アンリアル、エイジを足した、造語でございまして。素晴らしい、はい、それを、日常、非日常、時代を意味する言葉ですと。というわけでこの3人で、今日は、この、聴覚情報とか、それとコミュニケーションとか、あとそれとファッションみたいなテーマで、まあ、話していきたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、じゃあまずは本田さんにちょっと話を振りたいなと思ったんですが、はい、オンテナっていうのはファッションアイテムなんですか？はい、オンテナはですね、まあ、ファッションアイテムってアクセサリーっていうコンセプトでデザインしたプロダクトなんですよね、うん、ちょっとオンテナの説明をさせていただくと、音の大きさ、あっていう音の大きさを振動と光の強さに変換して、まあ、聴覚障害者、ろう者の方に届けるっていうのは、音を届けるっていうのはプロダクトで、例えば普段発話をしない子どもがですね、声を出すようになったとか、みんなでこう太鼓を叩いたりするときに強弱が分かるようになったとか、みんなでリズムを合わせられるようになったという、まあ、そういったご意見をいただいております。ああ、音楽の授業とかで使うのは非常に、ね、打楽器を叩くのは非常に向いている装置だと僕も、ね、はい、普段使っていて思っています。ありがとうございます。森永さん、今回 の, ファッションの、コンセプトと、どういったところを、テーマに、なんだろう、スタイルを構築されたのかということをお伺いしたいんですが、はい、一応、まあ、そのオンテナが、身につけられるデバイスであったので、まあ、身につけるということはファッションとの接点が、まあ、すごくあるので、オンテナ自体は光が、まあ、単一でそれが伸びていくものではないんですけれども、オンテナの、発光源に対して光を通す繊維を、つなげまして、まあ、それによって、ニット組織を編んだり織物のようなものを作ったりして、まあ、人がまとえるものを、作りました。あ、じゃあこの頭部の光ファイバーの塊みたいなところが今回のクリエーション、はい、そうですね。とあとは、まあ、ネックレスと、はい、イヤリングと。あ、なるほど。もうオンテナいつもなんで光るんだろうと思ってたんですけど、本田さん、オンテナなんで光るんですか？でオンテナはですね、まあ、その光ることによって周りの人たちにも音情報を共有するっていうような、あ、っていうコンセプトがあるんですけど、まさかね、こんなことになるとは。確かに、はい、光ファイバーが接続されたオンテナは初めて見ます。そうですね、この光をこんな美しくね、いやというほどオンテナ見てきたはずなのに、なんかこの未知の感じは結構服としてっていうか、スタイルとしてどうですか今日の？めちゃめちゃかっこいいと思います。めちゃめちゃかっこいいで、暗い場所で今回のショーも水の音も私聞こえないし、はい、その時に光るものがあるとその情報がすごく大事で、うん、その中で光る衣装を身につけるっていうのはすごく視覚情報として自分は、あ、こういうファッションもあるんだって改めて感動しました。なるほど。ちなみに、こう感音難聴を、お持ちなのはいつからですか？始まりは16歳の時の突発性難聴からなんですけど、はい、ものすごく悪化したのはここ3年ぐらい。あ、3年ぐらい、うん、なるほど。え、はい、じゃあ補聴器はその頃から使う？そうです、今つけてやっと2年目ぐらいになります。なんか世界の認識が変わったとかありますか？あ、つけたことで、はい、自分が立ててる物音がうるさかったりとか、はいはい、もうないと思ってた音が急に入ってきたので、うん、なんか、あ、これも音あったなっていう思い出すことは
新しいですね。なるほど。なんか今回のファッションショーの中で、まあ、いろんなテーマがあってですね、例えば身体の形、四肢がない方から、上腕がない方とか、腕がない方、肩がない方、はたまた例えば足がない方とかと、ボディラインに直接現れるような、ファッションの違いっていうのをテーマにしたりとか、視覚情報が失われているような方だったりとかする中で、僕聴覚障害とファッションって実はそんなに遠くないっていうか、聴覚障害があっても別にファッションって多分普通に着るし、普通に特に違和感なく多分ファッションを見たり着たりすると思うんですけれど、何か違いってあったり感じることはありますか？私はカサカサする音のシャカシャカジャージとかは絶対履かないです。あ、それが補聴器に、うるさいとか、なるほど、ね、カッパみたいな素材も雨の日は着るんですけど、はい、ああいうプラスチックの擦れる音とかが痛い、聴覚には痛くって避けてますね。あ、じゃあスパンコールみたいな服とかも着ないみたいな。チラチラ言うのはちょっと苦手ですね。あ、なるほど、うん、あ、それでもすごい面白い。衣装としては全然いいです。あとヒールも、はい、あんまり音が鳴らない靴、ヒール好きなんですけど、うん、あんまり勝つかっていうとやっぱ自分の聞こえる音のマックス超えちゃうと割れてただ痛い音になっちゃうんで、はい、そういうのは避けてますね。へ、うん、でも全然そんなこと意識したことなかった。本田さん、そういうのって一般的なんですか？なんか、いや、僕普段聴覚障害の人と喋ってても、なんか自分の立てる音が気になるっていう観点で服を選ぶって初めて聞きました。ね、なんかご飯食べる時のカシャカシャみたいなものが周りに迷惑みたいな話は聞きますけど、服にフォーカスしたものってないなって思ったし、それちょっと今日初めて聞いて、へーって思いました。面白いですね。ちなみに森永さんは絹ずれの音とか、そういった服の出す音と身体の関係性っていうのは、なんか作品に取り込んだりすることってあったりするんでしょうか？以前にその洋服のテキスタイル自体をスピーカーのような素材に変えて、で洋服はその擦れる音っていうのを拡張して洋服から出すようなことっていうのはやりました。面白い。なるほど。じゃあ、あえて音を増幅した服ってことですね。なるほどな。装飾ですごくボタンをつけている洋服とかあるんですけれども、はい、歩くと本当にこうシャンシャンになるような、うん、洋服で、神社のあれみたいな。そうです、ね、パーカッション、パーカッション、神社的な。面白い。でも確かに猫に鈴つけるようなもんですからね。今日はあれなんですよ、まだオンテナは、まあ、いろんな音に反応するじゃないですか。なので今日は歩く音とか、あとは今回剣持さんが、はい、剣持秀文さんが今回ショーのテーマ曲を作っていただいたの で、その曲にもうちょっと合わせて振動させたいなと思ってて、はい、なんかね、そういう 外部の音からこの身につけているファッションがこう変化していくみたいなものを見どころの一つです。なるほど、はい、あとなんか嬉しいのは、今ろう学校でこういう音程使われてるじゃないですか。で、まあ、そういう普段使われてる子どもたちが使ってる音程がこんなかっこいい感じにこうデザインしてくれて、でファッションとしてこういう、まあ、ピピがつけてくれてみたいなのがこう子どもたちが見るとそれもなんか嬉しいなと思って。確かにあれは私持ってるって思ってくれるのはそうかもしれないですね。でもピピとかはそのファッションがもともと好きだったの？好きですね。今補聴器もアートカバーつけて可愛くしてて、なんか見えても恥ずかしくないように、なんかおしゃれでしょって。あ、確かに。でも補聴器とかみんなデコってるかも。あ、確かに。なんかデザインのいい補聴器もね、最近は近頃ちょっとずつ作ったりとか出てきてますけど、まだまだやっぱりメガネほど洗練されたデザインになってないっていうか、まだまだデザインの可能性はあるなと思うんですけど、ファッションになりきれてないっていう。その辺なんでデザインされないんですかね、本田さん。なんですかね、まあ、普通に、まあ、メガネと比べて単価高いじゃないですか。でも単価が高い理由のほとんどは割と出荷数によってるような気が。あ、まあ確かにね、まあ、あと、まあ、そういう視点が、まあ、一応ねキラキラするユニットみたいなの出てきてはいるんですよ、で、だからおしゃれにはなってきてるんだけど、あえてそれを見せるみたいな。ただメガネって、まあ薄くするじゃなくて、あえてこう大きくするとか、森永さんがつけてらっしゃるようなこうちょっと個性を出すようなものっていうのが。でも大体ほらね、補聴器って肌色のさ、なんだろう、耳たぶにそのまま同化するような感じのデザインが多いじゃない、まあ、あとメンテナンスじゃないですか。なんか補聴器って、まあ、ピッピとかね補聴器屋さんで働いてるからそこら辺詳しいと思うけど、日本
って生産はないんですよね、補聴器って。ああ、じゃあ海外から。中身は海外のものを使ってて、海外から来るときに日本人のもともと補聴器は肌色ででかいみたいなイメージだから、はい、うん、見せたがる人が極端に少ないんですよ。ほうほうほう。で、海外だと見せても可愛い補聴器っていっぱい売ってて、はい、いろんな色が、それが日本まで輸入されないんですよ。ああ、なるほど。で、補聴器つけるまでも海外だったら 3,4 年ぐらいで難聴分かってつけるんですけど、ポジティブなんですけど、日本だとそれがもっとかかる、10年近くかかったりとかする、つけるまでが。え、なんでつけるまでに10年もかかるんですか？やっぱつけることに抵抗がある人は極めて多いみたいです、日本人。パナソニックさんとか結構可愛い補聴器出してたりしませんでした？出してますね。周りのデザインはすごい可愛い、うん、ね、あれ可愛いですね。うん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 、なるほどな。でもそういった耳を拡張するデバイスの形とかデザインっていう可能性について森永さん何か思うことはありますか？うん、でもやっぱりファッションになっていきますよね。まあ、ヘッドホンはね、ファッションとして成立してるし、うん、そうですね、そう、インナーイヤーのヘッドホンとか世の中の人みんなつけてるじゃないですか、うんうん、あ、耳刺してるやつ。え、でもこれどうやって編まれてるんですか？ちなみにこれはファイバーなんですけれども、はい、ファイバーの側面が発光しないんで、うんうん、側面発光するように糸の周りに糸をまた巻きまして、糸の周りにファイバーを巻き直して、はい、それをあの折って作ってる。そうですね、はい、こうやって編まれてるデザインってこれまであったりしたんですか？あ、でもあの糸と同じでニットとレース編みと、はい、うんうん、なるほど。すっごい細い光ファイバーなんですか、これって？そうですね、細くて柔軟なものを使ってます。あ、なるほど。じゃあそれをこう塗って塗って塗って曲げてみて、なるほどな。一回ラボに遊びに行かせて、折れちゃうともうダメなので。あ、うん、そこそこ、柔軟性のあるもので、うんうん、なんか今でも多分アンリアレッジの服をなんかなんだこの服だっていう人も世の中にはいるんだと思うんですよ。まあ、そうですね、標準的じゃないのが多いので、服としてはあの、まあ、でも、まあ、日常の中で着る洋服とその空間を何か変えていく洋服と、うん、あとは視覚だけで伝える洋服と、やっぱりさまざまな側面があるので、でもその洋服があることで何か人の心が動いたりとか、その場が変容したりっていうことをやっぱりブランドとしてはやりたいので、まあ、着れないじゃんっていうのもありますね。ピッピとして今後どういう活動をしていきたいかってありますか？ピッピとしてやっぱ補聴器、聴覚障害が見えない障害として認識が薄いなっていうのはすごく感じてて、例えば今こうマスクしてソーシャルディスタンスってやった時に聞こえないことが圧倒的に多いと、どうやったら伝わるんだろう、どうやったら耳が悪いこと伝わるんだろうとか、確かに、うん、そういうのはやっぱり言えない人がすごく多い、特に難聴の人は多いので、聞こえてるふりをしてる人が圧倒的多いので、うん、の目標はまず聞こえてるふりをしない愛想笑いをしないこと、伝えることで、自分で T シャツも作ってレジ袋いりませんとか、うん、書いて、やっぱりもうそういう場で困るので、パブリックに困る場が増えてきたので、そういう面で今回をきっかけに広まってくればいいし、私ももっと発信していきたいなと思ってます。はい、まあ、確かにマスクね、非常になんか変わったファッションとしては聴覚障害の方々いつも困ってるって聞きますけど、困ってます、はい、あのそういういろんなオルタナティブ作っていかないとやっぱダメだと思うんですよね、うん、つまり、うん、なんかだってマスクじゃない可能性もあるじゃないですか、飛沫を防止する方法って。確かにね、うん、まあ、例えばコロナ板置いてみるとかね、うんうんうん、なんかかぶるとかね、かぶるとかね、あの、まあ、ドラえもんの丸いやつみたいな、あれ透明だしね、金魚鉢かぶって歩くね、宇宙にいるみたい。でも他人に寛容な社会っていうのは、金魚鉢かぶって歩いてても別に、あ、金魚鉢だって思うだけの社会だと思うんで、確かに、なんかそういったような、なんかマスクとは違ったマスクの可能性とかも含め、新しいバリアフリーや新しいデザインっていうのが生まれていくきっかけに今回のショーがなればと思いました。はい、というわけで今回お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。